こんにちは、上田元衣です。今回はですね、恋愛でうまくいく方法についてお話をしたいと思います。まあ、うまくいく方法はですね、逆にうまくいかないことって何なのかなということを考えるとですね、分かりやすいと思うんですけれど、相手のですね、嫌なところとか欠点ばかり見るようになってしまうとうまくいかないんですよね。ですから相手のこの欠点ばかり追いかけない方がいいということなんですよね。キリがないんですよ。誰でも欠点っていうのはあるものだから、まあ、例えばいつもゲームばかりやっているとかね、私が髪を切ったのに気づいてくれないとかね、ご飯の食べ方が汚いとか、まあ、彼の仕事がね安定していないとか、他の女性ばかりこう目でね追いかけているとかね、まあ挙げればキリがないんですよね。ですからその悪いところばかりこう見るのではなくてですね、常に日頃からですね、その恋愛だけではなくて人と接する時にその人のいいところってどういうところなのかなっていうのを、意識して考えるようにした方がいいと思うんですよね。まあ、できれば紙に書き出しておく、紙に書き出したりする方が頭の中整理しやすいので、紙に書くというのもいい方法ですよね。例えば職場の上司とかね、同僚とか、あるいは友達でもいいんですけれど、この人のいいところはどこだろうなってこう紙に書き出して、まとめてみるとかね。でその時のポイントとしては、例えば優しいだったらただ優しいとかではなくて、具体的にするということが大切なんですよね。例えば私が仕事でミスをした時に優しい言葉をかけてくれたと、でその時にどういう言葉をかけてくれたかということも明確にしておくことが大切なんですよね。例えばその人も過去にこういう失敗をしたことがあるんだよという体験談を話してくれた、その話を聞いて、私も、気が楽になったとかね、具体的にするっていうことが大切なんですよね。具体的にしてお、おいてですね、それを相手に伝えることによって相手もですね、具体的に伝えてもらうので、あ、自分のこういったことで助かったんだなということで相手としても嬉しい気持ちになりやすいんですよね。例えばですよ、ただ褒めると言っても優しいですねって言われたとしたら、どうせまあ他の人にも言っているんだろうなっていうふうに思われちゃうんですよね。あなたに言われたから、あなたにこういう話をされたから、だから私は嬉しかったんだとか、だから私はあなたのことを優しいと思うんだと、具体的に伝えられるようになるとですね、相手もその、まあ、特別感がを感じられやすくなるので、もっともっとあなたのために何かをしてあげたいなっていう気持ちが自動的に湧いてくるようになるんですよね。ですからまずは日頃からこう人のいいところ、具体的にどういうところが良かったのかっていうことを、まずは整理するってことね。そしてそれを日頃から言葉として相手に伝える習慣をつけておくっていうことなんですね。そうするとお付き合いした場合でも、その付き合ってる相手に対しても同じように相手のいいところを具体的に伝えられるようになると、そうするとですね、どんどん関係性が良くなっていきますので、まあ、日頃からですね、こう相手のいいところに目を向けていくっていうことをやるとですね、恋愛でもですね、うまくいくようになると思います。